ムアムワアムアムワールドアムアムマムーです。ゲストに獅子頭さんが来てくれました。お願いします。頼むぞ、 M1 結果出せよ。ありがとうございます。占い師としての、ね、そうそうそう、名前つけてくれたの獅子頭っていうのと、あと再生回数やっぱ上げてもらいたいんで。それは俺たちじゃないかもしれない。前回、はい、浜中さんと僕で、うん、ジ・アルフィというケチョンにやられてましたから見てらんなかったわ。相方があんなことされて。はい。あ、すいません。決めてたのよ先輩が。今さっきまでの流れを中等して落ち着け、こうぶつけたのよ。その感じはないだろう。そうそうそう、熱くなったこのゲーム、うん、まあ、前回の先週の動画を、見ていただけたら分かると思いますけども、はい、浜中さんがちょっと負けまして、鼻かってくる、鼻かってくる。え、俺も今日手出せるかな。フリーだよ。これ浜中が手出したら俺も負け。そうそうそう、そうなります。セコンドになっちゃう場合はそうなっちゃいます。とんでもない爆弾。ちなみに脇田さんの方が1個先輩ですもんね、浜中さんより。そうです、はい、だから12、13、14期、はい、今回もやっていただくゲームはジ・アルフィーとなっております。あ、簡単にルール説明させていただきます。こちらジ・アルフィーのメンバーのカードをお互い持って1枚この中から選んで伏せて出します。で、お互い伏せて出してセットといったらこれは変えられません。で、ジ・アルフィーという掛け声でお互いこう出しまして、僕と同じカードを出せたら1ポイント。これを5回やって2ポイント取れたら1万円もらえます。わかりました。そしてちょっと1個特別ルール。僕が高見沢で交わした場合、この状態を3回連続でやった場合、その時点でゲームが終わります。これは高見沢さんだけじゃなく、桜井さんでもそうですし、坂崎さんでもそうです。僕が3回同じ人でかいくぐった場合、その時点でゲームが終わります。はい。そしてこのゲーム、脇田さんが勝った場合は1万円もらえると言いましたけども、取れなかった場合は1万円もらえません。じゃあ、いきましょう。間違ってるよ。はい。その感じ。1万円、もらえない。2だけどね。アムアムワールド。このさ、アルフィっていうのがね、あれだよね。だってそれぞれさ、こんな色が違う人たちいないじゃん。それぞれになんか感情を持っちゃってるじゃん。はい、ね。で、マム。そうだよな。え、だこれうまいゲームだよな。誰が一番好き？アルフィ。え、好きとかあります？アルフィって。いや、あるでしょ、それは。まあでも目立ってるのは高見沢さんのイメージですよね。まあそうだね、はい、うん、俺もそうだな。だからなんかその高見沢さんがメインにこのゲームの時でもなってしまうというか、うん、で、高見沢を選ぶ選ばないでまず 50%50% が生まれちゃうというか。そうだね、はい。で、選ばないにしてもそこからどっちを出すのかの 25%25% というか。むずくなっちゃった。ちょっと待って、おじいちゃん。ちなみに脇田さんは誰が好きとかあるんですか？俺はでも坂崎さんが好きですね。へ、なんで？いや、なんかね、俺のおじいちゃんにちょっと似てて。まあ、セットっていうまでは変えていいですか？これ今見て選んでおいた？はい。どれが出てるか自分では分かってます。ちょっと手挙げてもらってもいい？はい。なるほど。え、なんすか今の。何が？いや、気にしなくていいよ。いいよ、めちゃくちゃ気になりますまあセットって言ってないよね。言ってないです。どっちから言う？え、ちょっと今のが気になる、うん、なんかまだ判断できないですね。うーん、なるほど。これじゃあ待つよ、セット。変える。
なんで変えたんですか。変えたから。あ、じゃあさっき僕が出してたのと、うん、さっき脇田さんが出してたのは、うん、もう当たってたってこと。当たってたのに変えたから、俺も変えないと外れちゃうじゃん。誰で当てに来たんですか。誰で。はい、さっきは。あ、それも言うの。いや、もし言っていいんだったら、うん、痛くないけどな。いや、もう嫌だったら全然。高見沢さんが今ですか。いや違う、さっきのやつが。おお、こうやってやんだ。僕がセットするまでセットしないですもんね。しない。セット。セットね。OK、セット。気も座ってるわ。気も座ってるよな。気も座ってる。せーの。ジ・アルフィー。うわぁ。うおぉ。え、一発も何出した。坂崎さん。当たってたよ。坂崎さん、俺出してたんだよ。当たってたよ。いや、マジか。坂崎さん出してたのよ、俺本当に。なんで変えるのよ。なんだ、見せかけか。マジで。いや、だいぶ怖かったよね。そう、その雰囲気は。先出してる。さっきも出しましたよ。うん、じゃあ今回の。確かに。結構すぐ出したじゃん、はい、もうその俺がその感想1回目のね感想言った時にもう決めてたってこと。でも俺のそのうわさっき坂崎1枚目出したよみたいなのを聞いてもう決めたってこと。いや2枚もうこの2ターン目は、うん、まあ、さっきの結果を踏まえてもう次これだなっていうのを決めてました、うん、その感想、坂崎合ってたとか、うんうん、そこら辺はもう何も考えず、なるほど、結果だけで2ターン目はこれでいこうってしてました。じゃあもうこれでいきます。ただまだセットとは言ってないけどね。もう セットって言ってちゃう。言わないです。先に言うだけ。言わないです。脇田さんがでもセットって言ったらすぐします。変えない絶対。それは分かりません。これだから今のでなんか誘導されてこれ出してる気がするんだよな。言ってほしいな、セットって、うん、俺は変えない。セットって言ったからってマジで。俺約束するよ。じゃあ言ってもいいんじゃないですか。でもお前は変えるかもしれないじゃん。僕は変えるかもしれない。そうなってくると違うんさっきでも僕先セットしたんで次はもう。セット。ほらもうそれは違うだろう。待ってもう本当に頼むってマジでマジで。さっきのと同じのを出せってことですか。今出してたのと。え、そう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 。最初出してたやつにしてよ。え、同じやつ？さっき出してたやつと同じやつ？はい。怪しいじゃん。でも帰れねえもんなもう。え、僕一個確認してるんですよ。
カードの特徴を、一ターン目はもう脇田さん捨ててるんです。で、カードの特徴を覚えにこれが正しければ、脇田さんこれ桜井です。俺が一ターン目桜井出してた、でその時に、だいぶそれの特徴をもしかしたら見てた可能性が、これはでも分かんないです。把握したってもので、僕はわざと桜井これ出したんです、二ターン目、で同じのできてる、さっきのと同じカードだって把握してればね、ってなって先にセットをさせた、もしその特徴を、やっぱもう捉えての戦い方してるようだったら、ここ桜井なんです。なるほど、はい。あーでもだいぶ余裕、なんかおーみたいな感じだからやっぱ違うのかな。そういうことはさすがにしないのかなってなったら、ここやられちゃう可能性が、だいぶ見つめてはいたよね、見つめてた。じゃあ行きましょう、せーの、ジ・アルフィー、アルフィー、アルフィこうやってやってるんだったらそうなると思ったんです。まあ、違かった時はめちゃくちゃ不利になっちゃうんですけど、こいつマジで悔しい。一瞬パッていいの。もう一瞬もう髪見たいだけだ。ダメだこの人。髪見たいだけだ。本当に関係ねえマジで。一瞬頼む。本当こんくらいでいいよ。せーの、ジ・アルフィー。